はいどうもー、はい、どうも、イプサゾイドローです。彼女です。じゃあやっていきましょう。絶対に驚いてはいけない、バイオハザードブリッジ無限編。よっしゃー、決まった。毎度喜ぶの何なんだろうね。決まんねえんだもん、だって。なかなか。そうだね。よし、ということで、カルマプレイですね。カルマプレイです。いや、まあ、前回はね。まあ、無事ね、3面ですか、うん、はいはいはい。まあ、チャプター3になるのか、まあ、無事、まあ、クリアをしたと。うん、クリアしたと。まあ、ゆう茶番を繰り広げたところで。言ったな、今。茶番言ったな。よし、じゃあ、3面の本質にどうぞ、これから。おい、話違うぞ前回と。いやいや、もう俺コントローラー手放しちゃったから。ふざけやがって、毎度毎度。あれなんかさ、うん、風車がうんちゃら言ってなかったっけ。風車は言ってたよ。だから中に入って武器そうそうそう取って、うん、まあ、あらあーんと、これ風車、うん、これ風車だね。まあこれはまだ5体満足の風車だ、うん、ギリギリな、うん、うん、ちょっとお湯は見えるけれども、まあまあまあね、うん、頑張ってる。はいはいはい、うん、そこ入ったからもういいじゃんって感じだったけど、はいはいはい、うん、こちらにあーちょっと大事なものをかけてるな、回ってもないな、うん、随分と、なんなら随分傾いてない、か、うん、傾いてるそもそも。はい、ベテランの風車が、ベテラン風車ね、ええ、まあいいんじゃないか、ベテランだからやっぱさ、味のあるね感じでさ、はいはい、味ありすぎだろあれ、なんだあれ、固め濃いめ多めだろあれ。いや、もうかや。通じないだろうな。よし、行くぞ。山岡屋の寸胴もあるところで、進んでいきましょう。わかんねえんだよな。あー、そこになんかね、ここだよっていうサインがあるんですけど。もうあるね、遠くにあるね。うん、ちょっとね、早くないかあれ、サイン出すには随分と。でも船じゃん、あれ。船？小船じゃない？あ、ほんとだ。乗れと、あれに乗れってこと？あれでも宝箱だよね、あそこに見えるの。あー、ほんとだー、ね、まあなんかあんだろうな、うん、金だ金、武器、武器じゃない？風車のところに武器があるから。あ、それか。あ、今左に取れるとこあって、うん、あるんですけど、ちょっと見ますね。先に行きますか。うん、ちょっと見ます。だからちょっと憩いの場の匂いが、これが船。あー、で船使ってあっち行けってことか。うわ、ほんとに言ってる。え、行けるわけねえじゃんこんな。行ける行ける、マジかよ。だからモーターみたいなのもついてるしさ。ついてっか本当に、うん、ほら、あ、本当だ。いや、しょぼいしょぼい。まあちょっとね、モーターに対してちょっと、うん、本体の方がだいぶ心もとないけどね。心もとないね、あれね。マジかよ、ちょっと。え、いや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 、なんか、なんかありましたね。ありましたね。ありましたね、うん、で、ここになんかありますね。ありますね、はい、ということです。これ読めますね。読みましょうね。読みますよ、はい、はい。バカンス親方が死んじまったから、しばらく漁はやめた。バカンスはお前の頭。いえ、俺バカンス、ボートの鍵は行動の奥の小屋に返しておいてくれ。いえ、親方が死んだのは事故なんかじゃねえ。バカンスの怪物に船ごと食われちまったのさ。ひえ、Thank you Thank you DJ バカンスDJ バカだよね、もう。ってことは鍵ねえんだな、これ。鍵動かないんだわ多分。あ、そうなの。ごめん、ちょっとちゃんと聞いてなかったわ。鍵がないとダメと。うん。ドミトレスクの鍵とかじゃダメかい。まあ、それらしいもんないな。ないないね。で、なんか今返してたかったから、小屋のどっかしらにボートの鍵があるって。あ、ほんと？小屋ってこれ？うわ、あかな？もうちょ、もう一回読んでもらっていい？行動の奥の小屋。はい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 。小屋は小屋でも。行動の奥の小屋って、はいはいはい、なんだ。ああ。太郎さん？はい。行動の奥の小屋。はい。はい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 。はいはいはい、その謎謎。おう。解きましょうか？おう。答えはわらび餅です。おいえ。いや、あれ行動だったよね。行動だったよ。だってトロッコの上にわらび餅鎮座してたからね。そうだね。いや、ちょっと、ジュニー変えよう。それさ。じゃあ何？わらび餅再びってこと？え？終わったんだよね、でもね。まあ、取りに行くだけだからさ、やっぱり。あ、そういうこと？うんうん。終わったところに。別に、またワラビーをすることではないから。ワラビーをしてたの？終わったところに、取りに行くんですね。え、これ鍋の立てかける位置、そこじゃなさすぎる。墓の類じゃないの、これって。いや、これはさ、これ狭いから。いや、まあ、さすがにさ、うん、ここまで分かりきってるっていうか、うんうん、なんていうのかな、はい、あからさまだから、はいはいはい、両サイドからドーンとか来たりしないので。お前さ、
この中に白マリモも邪魔だ、ね、白マリモあのさ、こっちは今わらび餅に挟まれてセンシティブになっとんじゃそういうさ、ドンとかうるせってシコティジロー早く飲めって。いや名前が随分とお茶の間から遠ざかりましたけど、あのやめてくださいね。まあどうぞどうぞ。本当そういう。わかりました。うん。俺やるからね、あのやり返すからね、本当に。いいよ。なんか答えねえと向かってんだよな。なんなんだろうな。よし。いいえ。なんかどんどん随分と。とはいえだなこれ。うん。いやいや、びちゃ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 言ってんのも気持ち悪いんじゃん。これ、これ無理じゃん。登るは無理でしょう。左。それは右。ないか。ないな。これはもう壊せたりはしない。しないな。ってことは、こいつをどうにかすんのか。あ、あ、うん。なんかナイフでガチャンとかできたりしないよね。ちょっとまずはね、ナイフで。びっくりした。意外と。あれ、いけるんだ。いけんだね。あ、じゃあ結構弾無駄に使ったかもな。あまあ確かに、だって弾なかったら進めないよねってなっちゃうもんね。まあ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 、そっかそっか、ビッチやいや音がいちいち、あでも小屋っぽい、あ確かに確かに、ちょっと小屋っぽい、うん、小屋っぽい様相になってきた。上、ああいやいやいや、これさあ、いやきっだないなぁ。え、これもさっきの場所壊す？あ、でも確かにさっきの場所っぽい、ね、あ、じゃああいつがいなくなったから、あ、はいはいはい、あそこまあ入れるとかあり得るね。進めるのかな、じゃあ。で、こっち来ました。こ、あ、とっと、あ、そっか、ここは塞がれちゃったのか。で、これはそっか、手伸ばしただけか、じゃあ。そうだそうだ。じゃ、こっち側行けんのかな。まあその正面のそれ壊してみるとかじゃない？正面？ああ今の正面。あ、これ？そう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 。あ、いけそういけそう。壊せることが分かったらね。うんうんうん。あ、あ？あ、上？登れる？いや、登れないか。でも絶対意味ありげーだよな今の、うん。これでも元々来た道？最初に。あーでも穴開いちゃってるよ。うわ。あとこの黄色いの何これ。あ、衝撃で壊せそう。ナイフとかナイフ。え、どういうシステム、なんで治ったのえ、びっくりした。え、どういうシステムかな。なんかマジックとかの類だよねこれは。まあいけますな。あ、じゃあこれで進めたことになるんだ、うん、そうじゃない。こっちだこっち。そんで、はしご降りますよ。はい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 。もう黄色く表示してくれてるものが、まあ基本的には壊せるものってことだろうな多分、うん、いやーすっごい嫌だけどね。なんか影ない？影あるね。柱？あ、柱の影か。柱の影。びっくりした。オオサンショウウオとかそっちかと思った。オオサンショウウオいてほしくねー。あー、なんか随分と生々しい魚になったな。生々しい魚になった、ね、さっき干物だったよね。うんうん。お魚好きなのかな？食べたんですかねこれ。まあ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 。あ、でも小屋。あ、あ、小屋ですか。小屋だよこれ。あ、まだ嫌気配するな。あ、なんかデカめじゃないか。デカいくないか。あ、ボートの鍵って言った。ポーズ決めてる間に。頭ダメ。あ、かぶってる。やばいやばい。でもチンコやめなさいよ。どういうこと。オッケーオッケー。やめろ、かぶってるとか。よし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 。よし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 。皮かぶりでおなじみのカルマさんじゃないですか。おなじみじゃないです。オッケーオッケー、ボート動くようになった、これで。オッケー。まだいんな。あと調べられるな。まあ、ホールドとか一応できはするんだね。ああ、防げはする。まあ、別に必要ないかな。うん。倒せばいいんだろ。さてと、エンジンかけますよ。うん。いや、なんならもうこれさ、手こぎでいいじゃん、もう。手こぎはきついんじゃない？オールないし。いやもう、結構手がね、強いから彼は。まあ手は強い。とても強い。で、まずあれの向かいのね、うん、あ、いけない？え、そうそうそう。
行けってよ。え？行けないってことある？ってことはあれだ、回り道しろってことだ。うっそ。そういうことだ。反対岸ってこと？そう。反対岸。だからまあ、あそこ進んでけってことなんじゃないの？こっちかい。そうかい。ってことは、あれを手に入れるのがなんかこの辺のミッションかな？まあ、多分そうなんじゃない？はいはいはい。で、結局それを手に入れて、うん、あの、職人と戦えと。職人は出てくるのかい結局。出てくるんじゃない？だってまだ倒してないよ。お前、ついに全部言いやがったな。おい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 。これ、いろんなとこでお仕事なさってるから、これ。まあ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 。やっぱね、いや、ピチャピチャ地域の特産品だからやっぱ至る所にね、あやっぱり配置をしていくっていうスタイルなんじゃないですか。そうなんですか。はい、いらないよこんなに。なんか寝る寝る寝る寝みたいになってる。寝って美味しいな。寝てよ。え、なんかすごく世界観違うもん出てきてるけど、これ何？水門？水門？なんかダム的な話？ダムっぽいね。ダムは好きよ。ああ、え、ちょ、今のは。ちょ、待って。はクジラ。クジラは言い過ぎた。吹いてるのか。何をですか。塩。ちょっととりあえず、あ、入ってた。飲みますね。なんか、え、なんかカジキマグロとドラゴンのハーフみたいな感じだったけど今。どうして結ばれたのその二人。運命の出会いも程があるよ。あ、でもあれじゃない、うん、あの向こう側岸に行けるんじゃないこれ。聞きたくないです。だってカジキマグロとドラゴンのハーフいるんでしょ。やだよこっちは。人間と人間のハーフなのに。本当？大丈夫。じゃあ行きますか。よしよし。いや結局な、え、あ、で、あ、ここで、まあ、ここだ。上がりますと。札付きバー。はいはいはい。なるほど。オッケーオッケーオッケー。で、まぁ、こっからってことか。うん。じゃあ、始まってきましたね。はい。チャプター3。あ、始まってきたんですね、じゃあ。はい。結局。ええ。あそこで、フラスク取ったけど。うん。あれで終わりじゃないと。まぁ、脱出するのが目的だよね、こっからも。うん。始まってもいなかったわけだ。ええ、そうだ。そうか。ここは何ですか？大丈夫？大丈夫？その感じ。なんだ、ここ。なんだ、本当に。研究室か何かか。研究室、あ、え？なんと！誰？何？なんか、え？なんですか？かっこいいゴーグル。捨てろ！イーサン。おお！こんなところにいるとは驚いた。あいつあいつあいつ。クリス、クリスだ！うん。ここで再会するとは残念だ。残念。クリスか、お前。ミアを殺して、次は俺だけか。どういうことだ。隊長、外で異常な揺れを観測した。めっちゃ、舞台めっちゃ来てる。揺れだと。え、信号は不明だが、このままここにいれば。カジキマグロとドラゴンのハーフじゃない。待て、ミランダに知られるって言った。黙ってろイーサン、お前には関係ない。サンプルの分析結果は、やはり得意菌とつながりが。得意菌。ああ、いやいやいや、あれだよ。うん、ダメだ、死ぬ。うわ、来てる来てる来てる。いや、首突っ込まれてるって。首突っ込まれてんだって。おい、うわ、なんか今いろんな目玉なかった今。あった。うわ、あったあった。いやいやいや、落ちちゃった。いや、水中では絶対勝てない。あ、上がった上がった上がった。いや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 、え、いやいや、見た目えぐ。あいつじゃない？出口は水中だ。逃げられない。そうだよ、あいつだよ。相手してる暇はない。職人だよ。職人だ。もう見た目が。遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進め。ここどういう意味？お前はその時間稼ぎか。哀れだな。いやいや、なんか飛び出す。ああ、ミランダ様と一緒になるのは
この俺なんだ。いや顔近づけないで。お前じゃない。まず整形しよう。あの目どっち、奥の目もこっち見て。ちょ汚い汚い。抹茶ミルク飲みすぎだお前。そんな感じ、草食動物なんだよ。我慢できない、助けて。やだ、その見た目がすごい。やだ、どうして。ママ、え、どうしたのどうしたの。いやどうして。え、うん、針葉樹林飲みすぎたんじゃん。どういうことどういうこと。強くなられる。だからお前なの。ちょっと待って。逃げ。ちょっとと。いやもう戦えない。やばい。だから多分逃げて、うん、あれだよ、あのあれ武器を多分うまいこと手に入れる。はい。こいつのことだった。飛んできたよ後ろから。早く。あ、待て。早く。あんなのどうすれば。こいつのことだったの？多分。降りるよこれ。でこれが。あ、待って、取れるんじゃない？こっちか？多分こっちかな。あ、違うな。違うか。どっちだ？あ、でも遠いな。いやあれどうしたらいい？水中に出口があるって言ってた。確かに言ってた。そんなの無理じゃん。ただまずあいつを倒さんことには多分。うん。水門操作場、なるほど。これだ。水抜きする？そういうことか。ここ開くか？今、びっくりしてたね。いや、大丈夫だよ。うん。多分俺ら3杯分ぐらいずつ飲まなきゃならないから。あ、そっか。うん。じゃあ、お願いします。やっててください。はい。3杯ね。ここは、あ、なんかこの水門。ねえ太郎さん。はい。はい。ついてる時にやめて。いる。構えるだけ無駄よ。あれ、いらっしゃるね。いるね。元気だ。おで水門通る。おでママ。なんかヒントがありますな、これ。大雨で、旅情に被害が予想される際は、速やかに下記の手順で実行してください。クランクで風車を動かして通電させる。通電後レバーで水門を開ける。じゃあ、まず通電が必要なの？そういうことだ。クランクなんかだって持ってないんだよ。持ってない。ね。じゃあ、それを探すところから始めるのかな？そうだね。通電はどこ？お前ま、空気読め。いや、でもありがとう、ショップは。いや、それありがとうなんだけど。ショップだけはありがとう。なんかヒントくれんだろ、どうせお前。くれねえんかい。いや、ちょっと火力高えよ、ここ。とりあえずもう借金返すよ。うん。そうだね。多いな。行きましょう。多いな。多いよ。こんなあんた。これ過去最高チャージじゃないですか。広そうだしな、なんかここ。あ、結構高いな。高いね。あそっから出れるのか。そっち方面なんだっけ、あいつ。モロ？ええ、モロ。モロがいるでしょ？いや、違うわ。あの、ね。カジキマグロとドラゴンのハーフ。ドラゴンのハーフ。あ、そっか。カジキマグロとドラゴンのハーフ。いるんでしょ、でも、結局。でもなんか、うまいことできる道が見えないな。こっちか。あ、なんかある。怖いな。あ、ほんとだ。ハンドガン。こんなとこに。あ、黄色いやつあるぞ。ありますね。あ、これ橋になるんじゃない？よいしょ。オーケー。で、あっち渡れると。そうだね。大丈夫かな、これでも。下からもろう。どうも！本当に来たじゃん！本当に来たじゃん！うわ！やめろ！お前、ばっかりだ、お前、おい！ああ、ごめん。先降りしちゃった。ちょっと待って。行けるときに行っちゃおうな。うん。ああ、やっちゃったよ。
おい余計な定期中よいしゃー立ないでよ。あ、でも逆に道作ってくれてんだな、あいつな。あ、そう、あ、これ壊す、これ壊す、どれ壊す、はい、あ、黄色いとこあるから、あ、黄色壊す、早くして、あれどうなる、壊れが足りない、壊れが足りない新しい言葉、どこにいんの、どこにいんの、そこね、うわ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 やばいて、あ、もう一本あるな、向こうに、オッケー、反対側か、めっちゃ、そっち行かなきゃいけないの、ちょ、あ、いや、やばいよ、やばいよ、あ、あ、川撃つ、撃つか、待って、待って、待ってください、あ、水中はやばいって、水中はやばいって、てか水中嫌いだから俺やめて、リスタート、山場を飲みましょうか。あの、なんかさ、ちょっとまあドミトレスク城から思ってたんだけどさ、飲むね、まず、うん、あのちょいちょい敵側についてるよね、太郎さん、俺、うん、あれかい、あの美女の味方についたりとか、はい、ハムシ美女に、ハムシ美女、ハムシ美女の次、カジキマグロとドラゴンのハーフに味方にはついてないよ。いや、ついてたでしょ。お前、あの、あいつ飛び込んでくるタイミングで音めっちゃブーストされてたからな。あのさ、うん、来そうだなっていうところで、うん、来ないと思うから来そうだなってところで言うじゃん。そしたら本当に来たじゃん。難しいな。言語が難しいな。いやー、きついな。きついよ、これ。タイミングだよ。よ、わっ、でも撃っちゃった方が多分いいね。オッケー、オッケー、よし、もうすぐ行け、すぐ登って、登って、オッケー、お、クロクロしてる、クロクロしてる、ここはとりあえずセーフゾーンか、おそらくは、ここで、ここになんかある、あ、それを綺麗だ、はいはい、あ、登れっつってる、ん、登れ、違うか、綺麗じゃないな、登れだな、登れっつってる、あ、あ、あ、それオッケー、よし、行くぞ、もうまた村長が出てきた。ここ登ったらちょっとは違うだろう。まあ、水に落ちるっていうような話、うん、ではなくなるな、きっとな、あ、風車回ってるしな、風車回ってる、オッケー、それで取れる、これで、よし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 、クランチを、クランチ、うんと、うんと、大丈夫大丈夫、揺れてるだけ、揺れてるだけ、下で揺れてるだけ、揺れてるだけ、うん、揺れてるってことがもうやばいけどね、まあ、震源はとか言ってましたからね、クランキー、オーケー、クランキー、じゃあ、おいしいおいしい、ロッテクランキー、お、これは何だ、当たり前すぎるんだが、当たり前すぎるんだが、何これ、どういうこと、え、なんかできるってこと、じゃあ、逆にできないでしょ、いや、上からなんかとか、あ、上からマリコ、お、上からマリコ、何、地獄なんだけど、そのマリコ、はめてみ、あ、なるほど、え、これクルクルしたら向こう戻れたりしない、これそもそもか、使えばいいのか、使って後で取んのかとか、なんかこれでなんかできることない、止まった、止まった、止まった、オッケー、でそしたらちょうどいいところに来てんだ、おーよっしゃよっしゃ、そんなことある、それがはしごになるんだ、なるんだ、風車止める才能えげつないだろこいつ、人生で一番いらない才能。太郎さん、何でしょう、見つけましたよ、お、あれこれって、世界一やりたくないターザンロープ、そういうこと、動かすって書いてるからさ、動かす、なんか捕まるとかじゃないじゃん、ああ俺が行くわけじゃないか、うん、と思うけどね、さすがに、じゃあ動かしてみよう、動かしてみよう、行くよ、よし、ほい、行くな、俺が行くな、大丈夫か、大丈夫なのか、あれ、まあ、戻ってきたよ、うん、じゃあもうこれで、あの、またそれ動かせるな、うん、あ、なるほどね、じゃあちょっといいですか、何が入ってんだっけ、
なんでだっけ。まあとりあえず、はい。この辺にしとくかい？一旦そうしますか。これはめたらきっとなんか展開があるでしょうから。なんか多分ね、またフーチャーが回り出したりとか、そういう類のことになるんで。あるでしょうね。ええ。まあ次回ね、あのフーチャーを動かして、まあ。ああ、わらび餅職人と。わらび餅職人。ええ。対決をしていくんじゃないかと。あ、わらび餅職人なんですか。ああ、わらび餅職人。水を抜いてわらび餅職人と対峙し。あ、そうですか。ええ、やっていくと。ええ、これ大丈夫か本当にこれで。どうも、黒柳徹子です。あ、どうも、黒柳徹子です。奇跡のセッション。いや、多分、悠々多分次回。うん。ああ、ボス戦って感じなんじゃない？ですかね。ここ次クランク回してどう展開するかっていうところですか。童貞っつった言ってません。あるけどなんかそれっぽいアイテムは。よし、じゃあ次回E さん童貞卒業ありがとうございます。ちょっと待ってパラドックスがある。あのローズはどうしたんじゃ。じゃあコウノトリ方式よ。コウノトリ方式ダメだもん。やめだ。ありがとうございました。大丈夫かこれ本当に。